今日も頑張りましょう。かい。これ歌の信用です。お風呂入ってて歌の信用で使ってください。はい、おはようございます。宮内カルです。今日も気合い入れていきましょう。今日は江南高校から講演会の依頼をいただいたので、そちらに向かっていきます。待つ場所に30分前に着いちゃって時間を持て余しております。気合が入りすぎてる。いいことだ。応接室に入れてもらいました。緊張しますね。てか応接室のめっちゃ柔らかいソファーバリ柔らかいちょっとやばいっす。なんか30人ぐらいの規模で講演会すると思ってたら150人ぐらいおるらしくて、ワクワクします。いや、ゾワゾワします。楽しみ。今講演会終わりました。いや、150人えぐい。でもめっちゃ熱量熱く聞いてくれたんで嬉しいです。男子校いいね。そういうとこ男子校いいね。楽しかったです。ご飯食べます。ヤンニョムチキンのなんかご飯あるらしいんで食べます。はい、車で送ってもらいました。想像以上に早く着いたんで嬉しいです。よかった。はい、大学の授業終わりました。やっぱ授業疲れるね。3時間椅子に座るのはきつい。よし、よくやった。三条期合宿へ向かいます。素晴らしい。最高の一日でした。はい、
ラスト。感づくな、やっぱり怪しい。ガンピョン、楽しかったね。大学行ったり結構いろいろ忙しかったけど、三条期合宿の後、今日からね、もう一日長すぎる。三条期合宿やって感じたことは、やっぱ毎日のルーティンっていうものあるけど、これをみんなと共有したりすることでいつもと違う日常に変わるから、結構面白いなと思いました。夢の朝活シェアハウスに向けて頑張っていきたいと思います。今日も最後の一日でした。